聞こえてる？はい、それでは改めまして新年明けましておめでとうございます。新しき年の初めの、リゲ神社岡田浦恵比寿十日祭り並びに岡田浦漁業協同組合主催のもつ巻き神事に多数ご参列賜りましてありがとうございます。思い起こせば3年前の今頃なんか新型コロナが流行りそうやでっていうふうなことから聞いて約3年経ちました。まあその間ワクチンの接種であるとかいろんな対策は講じられておりますけれども、まだ今現段階でも感染者が増えたりして、まあ収束には至ってはおりません。しかし、まあ、このリゲ神社の餅巻き神事に関しましては屋外であること、それから大半の方がマスクをしているということで今年もこうしておかげさまで開催することとなりました。まあ、今年はうさぎ年、水のとうということで、まあ、うさぎはおとなしい動物のイメージがありますけれども、元来人間の生活には本当に欠かせない動物でありました。まあ、うさぎを例えた言葉でうさぎの耳って言われたらこれは地獄耳であったり、またうさぎの昼寝ということであればうさぎと亀の話ではないんですけれども、油断してはいけないよというふうな、そんな例えにも例えられています。ただうさぎはぴょんぴょんと跳ねる性質上、その動物の性質上、まあ、経済が跳ねる上のことも言われております。どうか皆様、リゲ神社並びに岡田浦恵比寿のご神徳御霊の供養をお持ち帰りいただきまして、家内安全、無病息災、そして商売繁盛でこの1年が皆様にとって、いい年でありますようご祈念を申し上げます。それでは、もう皆さんご説明はいらないかとは思いますけれども、まず最初にこのお鏡で天と地をお祓いいたしまして、その後お餅を鬼門の方からお祓いいたします。餅巻きに関しまして、ちょっと待ってな、説明しながらちょっと待ってな。嫌われたお餅の中に魚とか海苔とかお酒とかありましたら、これは岡田浦漁業協同組合さんのご厚意、お力添えで、また景品に変えていただきますので、それも合わせてご説明、ご報告申し上げます。そしたらまずお鏡で天と地を払うので、どうか当たって怪我したっていうことのないようにお願いしますね。I'm not going to be able to do that.
ち巻き真珠は今ので終了で、まあと5回持ち巻きますので、でまあ、この令和5年のリゲ神社岡田浦恵比寿祭りに際しまして、お越しいただいてます衆議院議員の谷川智さん、それから市議会議員の田畑仁さんに、リゲ神社の恵比寿祭りに際しまして一言ご挨拶を賜ります。皆様新年おめでとうございます。住民省副幹事長衆議院議員の谷川智です。9年中は本当にいろいろなことがありましたが、なんとか1年過ごすことができたのも皆様のご支援の賜物であります。本当にありがとうございました。リゲ神社、そして岡田浦恵比寿さん、そしてですね岡田浦漁業協同組合共催のですね持ち巻き神事で本当に多くの皆様お参りいただきましてありがとうございます。今年1年皆さんの期待に沿えるようにしっかりと頑張っていきたいと思いますし、今年1年が皆様にとって立ち大きい一年となりますことを心からご記念申し上げまして簡単ではございますけれども、私谷川智からの挨拶に返させていただきます。あと5回持ち巻きがありますんで、皆さんいっぱいお餅を持って帰って服をいっぱい持って帰っていただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして地元の、田畑仁先生からご挨拶を賜ります。新年明けましておめでとうございます。地元の田畑仁でございます。幸大きい年でありますよう願いを込めてお餅をおらせていただきました。皆さんにとっていい年でありますよう願っております。本日はどうもありがとうございました。